今回は大阪の近郊にありながら朝夕のみ1日5往復、小さな電車が1両で走っていたローカル線がテーマです。ここは阪急宝塚線、川西の瀬口駅、北摂のベッドタウンを結ぶのせ電鉄が接続していて、多くの乗降客があります。歩行者デッキを歩くと JR 宝塚線の川西池田駅があり、こちらも多くの利用者でにぎわっています。両駅の間は歩いて5分ほどなのだ。驚くことに1981年までこの区間を電車が走っていました。通称北鉄前線、正式には能勢電鉄妙見線の一部です。早速見に行ってみましょう。時間を戻すのだ。川西の瀬口駅はまだ地上駅、阪急宝塚線の北側に能勢電鉄のホームがあり、ひばりが丘花屋敷よりの端っこに小さな電車が留置されています。この電車が朝3往復、夕方2往復、600メートル離れた川西国鉄前駅まで運行していました。川西国鉄前駅は草原の中の無人駅だよ。ホームには屋根もないのだ。阪急宝塚線を電車が走っていきます。反対側には国鉄の川西池田駅がありますが、かつては200メートルほど西にずれていました。国鉄前駅の向かいには貨物ヤードがありました。能勢電からはサイダーや農産物など年間5万トンもの貨物が国鉄に積み替えられたといいます。川西能勢口駅から1両の電車がやってきました。60型電車です。60型電車は1955年に阪急の40型の下回りに車体を乗せ替えて登場したよ。当初は妙見線で活躍したのだ。1966年からは50型とともに国鉄前線限定運用となり、1981年の廃止まで走り続けました。乗降が済んだらすぐに折り返します。阪急宝塚線の下をくぐると川西の瀬口駅まで路地裏のようなところを走ります。1981年12月、川西の瀬口駅付近の高架化事業に伴って国鉄前線は廃止されたよ。今廃線跡には車輪のモニュメントが設置されているのだ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。